国交省山形運輸支局は、山高バスの運転士が路線バスの運転業務中に私物のスマートフォンで通話をしていたとして、一部のバスの使用停止処分を下しました。山高バスによりますと、この運転士は今年し3月30日、路線バスの運転業務中に私物のスマートフォンに知人から着信があり通話をしていました。 当日の夜に乗客から。この運転手の違反に関する指摘があり。運転手への聞き取りや。ドライブレコーダーを確認したところ、違反が発覚しました。これを受け、国交省山形運輸支局では。山交バスに対し。今日から二十七日まで。一部のバスの使用を停止する処分を下しました。山交バスによりますと。 運休や減便への影響はないといとうことです山うバスでは去年10月にも同様の違反で文書警告の処分を受けており今回が再違反となります。